伸びた木ですけれどもね、今日はね、常備滝に一度も出会わなかったんですよ。前回の動画で常備滝に出会える機会が一気に増えましたみたいなことを言ってしまったので、ちょっと責任を感じてね、今日は後半常備滝探しみたいな状態になってしまったんですがね、ちょっとね、前回歩いた場所と今回歩いた場所比較してみますとね、今常備滝に出会えることができるような場所を参考になりそうな気もしますのでね、ちょっと説明させていただきますとね、前回歩いた場所は山と農地の境目あたりでございます。一方今日歩いたのはね、典型的な河川の堤防、50メーターから60メーターぐらいの幅員の河川の堤防を歩いておりましてね、その反対側というのはね、この伸び滝がいるような場所はちょっと広めの農耕地が広がっているような場所でございます。ちょっとやはり今の時期ですとね、前回歩いたような山と農耕地の境目あたりの方がね、出会える確率が高いのでしょうかね。皆様からのいただいたコメントをね、参考にさせていただいても、そのような傾向があるのかもしれませんね。最盛期にはね、この場所でも最低でも1回か2回はね、常備滝に出会えるような場所でもあるんですがね、まだちょっと早いのかな、そういった意味ではね。ということで常備滝には出会えなかったんですがね、先ほどカワセミもね見えてましたが、いろいろな野鳥に出会うことができておりますのでね、ご案内していきたいと思います。1羽だけ違う人がいますが、どこでしょう。この河原ひわのね、群れに出会いますとね、ホッとしますね、本当にね。毎回のように登場してくれていた河原ひわですのでね。そして渡りガモはね、こちら子ガモですかね。その他にはね、見当たらなかったですね。まだ河川に数多くやってくるのはもうちょっと先なんでしょうかね。ため池ではね、結構いろいろ見かけているんですがね。さて今回のタイトルでね、お知らせしております通り、毒蛇山かがしのご紹介をね、この動画の一番最後でご紹介いたします。今日も野鳥たち一日ありがとうみたいなことを言いながら締めくくっておりますがね、今日もその後ね、山かがし文字でお知らせしますのでね、ちょっと苦手な方はね、その前ぐらいでね、視聴をおやめになっていただいた方がいいかもしれません。カワセミね、これね、先ほど見たカワセミとね、すぐ近くにいたんですよ。このね、私が使っておりますニコンの P950 というカメラ、野鳥の撮影に使っておられる方たくさんおられると思いますがね、何ミリぐらいのね、いわゆる望遠の相当ね、で撮影されているんでしょうね。私ほとんどそれを気にしたことがなかったので、今日ねちょっと意識して撮影しておりますとね、もうほぼ2000ミリ以上のね倍率使ってますね。もうデジタルズームの領域ですよね。例えばこのような赤鯉ぐらいの大きさですとね、冒頭にも出てきました伸び滝あたりね、それぐらいの大きさの鳥になりますと、ほぼ全編、距離にもよりますけれどもね、野鳥とのね、2000ミリ以上使ってますね。ということでね、まあ画質の方はね、ご覧いただいております通り、証拠写真といいますか、証拠映像といいますかね、そんな感じになっているんですがね、そういうような映像を撮るにはね、撮影するにはね、本当に便利なんですよ、この
カメラね。ただね、例えば上位機種というかそのね、もう一眼レフとかそういうカメラを使っておられた方がこのカメラをお使いになるとね、ちょっと目的がね変わってくるかもしれませんのでね。そうですね、ですから道具も使いようと言いますかね、目的に応じた使い方があろうかと思いますのでね、おそらくこういったスタイルのカメラね、ネオ一眼というんですかね、そういったカメラ各メーカーから一気に出た時期があったんじゃないでしょうかね。おそらくこういったYouTube、 いわゆる動画配信サイトなどがね、始まった頃にね、そういったことに利用されるのをね想定していたんじゃないかななんてね思うこともありますね。そういった意味ではね、私が使っているのは正解かもしれないですよね。まあ、動画も撮影できるし、いろんなサイズのね画像映像が撮影できますんでね。先ほどご覧いただきましたようにね、イソヒヨドリとスズメがね電柱あたりで接近している様子がね時々見受けられるんですがね、スズメにしてみればちょっと出方を伺っているというのかな、最近見慣れないやつをよく見かけるんだけどねみたいな感じでね、頭高ホウジロになってますよね。こちらオスだからねホウジロだってわかるんですけれどもね、メスが同じような姿をしているとね頭高と見分けがつかない時がありますんでね。先ほどイソヒョドリのメスがねスズメの近くにおりましたが、こちらはオスですね。今日ね伸びた木何回か出会うことができております。伸びた木もねそろそろ旅立ちの時期が近づいていると思うんですがね、このこちらはホウジロだったかな。稲刈りがねほぼ8割方9割方ね、それぐらいね進んでおりますんでね、わずかに残ったこのようなね稲田の中におりましたが、こちらねコガネムシのようなものをね捉えているんですがね、ふわっと10メートルぐらい飛び上がったと思ったらね、これを捉えていたんですがね、視力すごいですね、野鳥の視力ね。そして前回歩いたのがねちょうどこんな感じの場所でしたかね、常備滝によく出会った場所ですがね。そして久しぶりですね、これ瓶水ですか。瓶水はね歩くスズメのね何のこと言ってるかわからないかもしれませんがね、その候補に挙げている鳥でございます。ちょっと色合いがね違うんですがね、タヒバリなどはねさらにスズメに色合いが似ていると思いますがね、どうでしょうね。瓶水は赤痢の仲間らしくってね、完璧にウォーキング派の鳥でございますのでね、尾羽の動きなどもね赤痢の仲間らしいですよね。さてこちらね、てっきりこの映像をね見るまではフクサシギを撮影してきたものと思っていたんですが、ちょっとイソシギですかね、こちらはねその特徴が分かりにくい角度だったのでね、この体を揺らしながら足元を見ますと何かステップを踏んでいるようにもね見えるんですよね。なんかリズムを取っているようにね見えますよね。何か音楽でも聴いているのかな。すごいステップ踏んでるよな。ということでね、今日も証拠写真ね、証拠映像ご覧いただいているというところでございますけれどもね、これねそうですね、この白石霊の時でもこのサイズで撮影しようと思えばね、おそらく2000ミリ超えていると思うんですよね。
まあ、そこは本当に良し悪しですよね。まあ、何を目的に撮影するかっていうことにねよりますよね。あの撮影してきたものをプリントアウトして写真展に出そうかなというような目的だとちょっとね、考えるかもしれませんがね、私の場合はそういったことは全く想定していないのでね、まあ、とにかく今日出会った野鳥をね数多くご紹介できればいいかなと思いながら撮影しているような状態でございますのでね、今ご覧いただいている静止画もね毎回のことではありますが一切加工はしておりません。あえてねそういった状態でどのような撮影ができるのかということをねご覧いただいた方が何かの参考になるのではないかなと思っております。そしてね、この最後にね、山かがしの映像が出てきます、お知らせしますのでね、このチャンネルは兵庫県の内陸部北播磨という地域からお送りしております。気が向いたらまたお越しください。そして野鳥たち今日も一日ありがとう。この後ね、文字でお知らせいたしますのでね、さらにその後モザイクのかかった映像が少しだけ流れます。はい、こちらなんですがね、ヤマカガシというね毒蛇なんですが、私たちが子供の頃はね毒蛇だとは教わっていなかったので、私たちより年齢の上の方などは余計ね、よく見るけど毒なんて持っているのかと思っておられる方があるかもしれませんのでね、ご注意いただきたいと思います。何か飲み込んでいるのかな、これね、なんか膨らんでるよね。